このクラスはいろんな感覚を育てるということが主な目的です。ほとんど私たちが学校で学ぶことは、教えられることを覚える。まあ、基礎的な、知識がないと世の中っていうのは捉えられませんから、とっても大事なことなんですけれども、受け身になってしまう。学生たちが発見するという機会がとっても少ないんじゃないかな。だから発見するという機会をいっぱい作るための体を動かす場所。そういうのをセットするのが、教育機関の大事な要素だろうと僕は思っています。よく自然に親しむと言いますけれども、自然っていうのはブラブラ歩いてるだけじゃ何も語りかけない。むしろ一定の環境の中で何を見つけ出せるか、これが感覚を研ぎ澄ますためにとっても重要なことだと思っています。そのための場所を設定したのがこの瓜生山農園というわけです。前の理事長の徳山正直さんという人にこの学校で教えないかと言われたことがここに来た、一番の理由です。で、そのここで何をやるかって言った時に、私のキャリアから言って、テレビの記者を、あるいはテレビマンという形でテレビ局で、30年近く働いてましたから、それからニュース報道に携わってましたから、メディアの理解、アンダースタンディングメディアっていうことと、もう一つは、インターナショナルレレーションズ、国際関係っていうのはある程度の基礎知識がないとできないんで、メディアリテラシーのためのインターナショナルレレーションということを教えと思いましたが、一番私が教えたかったのは、この大学に来る前に、私は16年ほど百姓をやってました。農家の暮らしをしてました。で、農家の暮らしの中で学んだことってのはとってもあるんです。つまり私たちが自然を理解するとか、自然と言ったときに、私たちが食べるものを作る過程の中でこういろんなことが学べる。それを学生に経験してもらいたかった。食べるっていうことは人間にとってとっても基本的なことです。そのために体を動かすこと、そのために自然を見つめること、時間を考えること、季節を感じること、そういうことを学生たちに経験してもらいたかった。自然を知るっていうことは、人間にとって一番基礎的なことです。その基礎的なことについての何らかの感覚を芸術家として育ちたいという学生たちが経験することが大事だと思いました。この世の中に、今まであることを繰り返すんじゃなくて、何か新しいものを付け加えたい。人間の中の何かを表現したい。表現っていうのは、そういう、こう、衝動に基づいているわけで、表現ということの中で、私たちにとって大事なのは、意識することだけじゃなくて、無意識の部分で表現してしまう。無意識の重要性、あるいは、情報が入ってくる。情報が入ってくるっていうのは、意識したことだけで情報が入ってくるんじゃない。いろんな情報っていうのは、存在することの中で入っているけれども、その中で何かを見つけようという意欲が働いたときに、より情報が深く広く入ってくるんだろうと思うんで、そういう場所を農業あるいは農園という形で、学生たちに経験してもらうことが出発点だというふうに私は思っております。農という世界、あるいは何かを育てるということ、
じっと見つめること、これが人間にとって結構大事なことです。それから脳の発育、この大脳皮質の中に取り入れられた情報、これが無意識の中で、何らかの化学反応を起こして表現ということに転化していく。そういう意味で私自身が経験した16年間の農家としての暮らしの豊かさ、これはアートの基礎になるだろう、こういう感じで、私自身はまあもうこの年で80です。80ですから私自身が何かをするということはもう、体力的にも、無理だということなんで、せめて私が自分自身が豊かになる上で役に立ったことを若い人たちに伝えていければ、こんなふうに考えているわけです。自分が楽しみたいというための材料っていうのは今の世の中いっぱいあるのかもしれない。だけど人が集めた情報のもとに自分が楽しむよりも、自分自身でゼロから情報を集めていく。テレビにしろ、インターネットにしろ、そこにある情報っていうのは二次情報ですね。誰かがそこに集めた情報です。そうじゃなくて、例えば同じ景色を見ても、誰かが切り取った映像ではなくて、自分自身で切り取ること。これは結構、大変なこともあるし、面白いこともある。簡単なことで言えば、例えば、茶筒、円筒形の茶筒があったんです。真上から見ればそれは丸です。だけど横から見れば長方形です。野菜にしても、いろんな角度から見ることによって、いろんな見え方が変わってくる。見え方が変わるっていうことを、いっぱい体の中に蓄積すること、無意識の中に蓄積することは、私にとって何かを次に生み出すときに、絶対役に立つだろう。そんなふうに思ってます。